はいどうも、こんにちは。ザワと申します。ドラクリオット続きやっていきましょう。ということで、まあ前回ね、ゆうとくん最後の方に、まあ夢の中でちょっとね、エリナとイチャイチャしてたんですけどもね、どうしたんだろうっていうね、ゆうとくんちょっと意識してんのかなっていうね、描写がありましたが、まあ、それ以上にね、ちょっと前回コメント欄でいただいたんですけど、ちょっと気になることがあったので、まあちょっと言っておくんですが、前回ね、まあ、KGB っていうのが気になるよねっていう話をしたんですけども、その KGB っていうのが、まあ、ロシアのね、どうやら、その、実際にあった、まあ、ソ連かな？ソ連の、国家保安委員会という、まあ、その政府のね、まあ、スパイ組織的な、なんていうかな、仕事もしてたような、そういう組織みたいでですね、なんか、そこのおじさんとこう、なんか、会っているっていうことで、ちょっとエリナなんかいろいろ怪しくなってきたなっていうこれはどういう関わりなんだというかね、エリナはどういう感じで、こう、ここに来てるんだろうみたいなね、そういう、こう、疑問がちょっと出てきましたけれども、はい、まあまあまあ、そこら辺ね、気になるよねということで、じゃあ見ていきましょうか。なんだ、夢か。そうだよな。いくらエリナだって、突然俺にそんなことを言うはずがない。しかし、こんな夢を見るなんて、やっぱり溜まっているんだろうか。なんだ、一人でやってねえのか。一人でまあやれる環境ではねえか。というか。気持ちよさそうな寝息が聞こえるね。今日もですよね。そりゃそうだよな。だって隣にいるんだもんな。そりゃ妄想しちゃうよな。やばいよね、本当に。一番大きな理由は、やっぱりこのぬくもりとか匂いとか、そういうのだよな。昨日に続いて、今日も潜り込んでくると。こんだけ気持ちよさそうに寝てるとね、ちょっと何も言えなくなっちゃうけどね。ただ、あれなんだよね。ピッキングでさ、鍵かけてもさ、そう、ピッキング技術をね、KGB のおじさんにね、習ったみたいなね、こと言ってましたけど、なんか、鍵意味ねえじゃんっていうね、前回ありましたけどね。なんか、でもまあ、もうこの際もう開けとけって感じだけどね。もう部屋、ドア開けとけばっていうね。昨日、もっとはっきり忠告しておくべきだったかな。とはいえ、こんなに気持ちよさそうに寝息を立てている姿を見ると、怒る気もなくなってしまうのだが。それに、この状況じゃな。布団の下で、具足が見事のまでに敬礼をしている。敬礼ですか？はい。こんな状況をエリナに見られたら、まずいな。ユウトだって嬉しいくせに。もうガンガン来そうだな。なんてことを言い出しかねない。落ち着け、落ち着け。うち、腹痛。なんですか？どうしたんですか？腹痛じゃねえよ。腹痛なのはエリナの柔らかな体と甘い匂いだ。もうな、さすがにきついよな男としてきついよな。しかもなんだか寝息がエロいし、参ったな。このままじゃ勃起が収まらない。さあどうする？おはよう、エリナ。今日もいい天気だね。そんなことよりも、どういうつもりなんだ？二日も連続でベッドに潜り込んでくるなんて。今日も眠れなかったとかじゃないだろうな。おお、大正解だよ。正解しちゃうんですか？あのな、分かっているとは思うが、俺も男だぞ。しかも元気な若人だ。夕立ちはしない程度の元気だけどね。いやもうね、心の中ではいろいろ溜まってるんだ。うん。ちゃんとしてますけど、というツッコミも入れると、見せてって言ってきそうなのでやめておこう。先回りしていく。とにかく、ベッドから出てくれ。そろそろ起きる時間だ。
今日もユートのおかげでぐっすり眠れたよ。ありがとう。それはいいことだが、若い健康的な男のベッドに女の子が潜り込んでくるというのはいかがなものだろうな。でも眠れなかったんだもん。だからといって男のベッドに潜り込んでいい理由にはならないだろ。少しぐらい寝苦しい夜があったとしても一人で眠れるようにするべきだ。ユートは私みたいな女の子と一緒に寝るのいや来ましたね、またずるいパターン。ストップ。それを脅迫の材料に使うのはなし。それを持ち出されると俺にはもう反撃することができない。ちょっと卑怯だったね、ごめんなさい。とにかく最初に会った時にも言ったと思うが、女の子には慎みが重要だ。男のベッドに潜り込んでくるのは慎みが欠けると言わざるを得ないな。そっか、ユートの好みは慎みだったね。すっかり忘れちゃってたよ好み思い出してくれて何よりだよ。いいか、明日からはちゃんと一人で寝なきゃダメだ。年頃の女の子が勝手に男のベッドに潜り込んでくるなど言語道断だ。でもね、そのなんだ、何か気になることでもあるのか。その実はね、なんだか喉が渇いて体が熱くなるの。ああ、冷たいお茶を入れてこようか。ありがとう。でもいいよ。実はね、昨日の夜からずっと水分は取ってるんだけど、ずっと乾いたままで。なんだろうね、風邪か。そもそも吸血鬼が風邪をひくのはかどうかは知らないが、多分違うと思う。吸血鬼もね、ヴァンパイアウイルスの活動が鈍くなると風邪に似た症状が出ることがあるけど、そういうのじゃないと思う。というと？別に体調が悪いわけじゃないの。ただ体の芯の方が変っていうか、体が乾くっていうのかな。それはなんか血を欲してるとかそういう意味ではないのかな。うまく説明できないよ、ごめんね。いや、それは別に構わないんだが、それと俺のベッドに潜り込んできたのと一体何の関係があるんだ。その乾きがね、ユートのそばにいると楽なの。あそれはあれなんじゃないですかね。それは、はい。こうしてユートのそばでユートの甘い匂いを嗅いでるとね、すごく気持ちが楽になるから。だから俺のベッドに潜り込んできたのか。叱られた子犬のようにしょんぼりした姿を見ると、適当なことを言ってごまかそうとしているわけではないようだ。あと、その私ね、こんなの初めてなの。異性と同じベッドで寝ることがか、自慢じゃないが俺だって初めてだぞ。記憶にないような子供の頃を除けばだが。ユートの初めてゲット。私も男の子と一緒に寝るのは初めてだけど、そういうことじゃなくてね。エリナはね、この年に来てからずっと自分の体質は秘密にしてきたから、なんていうのかな、何も気にせず一緒にいられる相手がね、初めてできたの。なるほどね。だからかな、ユートと一緒にいると楽というか、すごく嬉しいの。一緒にいられるだけで幸せなの。その、何が言いたいかっていうとね、ありがとうってこと。なんだか照れるね。かわいいな。もうとりあえずなんかこう言いたいことは伝わってきたけど、とりあえずかわいいからもういいや。
どういたしまして。で、いいのか？思わず頬が赤くなってしまったが、このままではいけない。それはともかく、俺を困らせるために潜り込んできたわけじゃないことは分かった。だが、日本には男女7歳にして席を同じうせず、という言葉もあってだな。俺それ知らない。ごめん。それ知らなかった。席を同住せず？同住か。めっちゃ間違ってた俺。ともかく、年頃の男と女がそう簡単に一緒に寝るもんじゃないってことだよ。そうなの？まあ、病気で苦しいのなら仕方ないのか？苦しんでいるのなら助けてやりたいとは思うが、朝起きたら可愛い女の子が横にいるこの状況は心臓に悪いし、誰かに見られたら体裁も悪い。それで、その乾きっていうのはどうなんだ？うん、今はもう平気。大丈夫だよ。心配かけてごめんね。それならいいが、病院に行った方がいいんじゃないか？でも、別に体調が悪いわけじゃないの。ちょっと体が乾いてる感じがする以外、問題はないんだよ。はあ。欲望の乾きじゃなくて、それは。それ、なんなんでしょうかね、はい。だから、病院になんて行くほどじゃないと思う。心配してくれてありがとう。でも、本当に大丈夫だから。そうか？うん。それじゃ、服を着替えちゃわないといけないから、部屋に戻るね。ああ。それじゃ。笑顔を浮かべるエリナはいつも通りに見える。本人が大丈夫とも言っているし、無理強いするほどでもないか。しかし、乾くってどういうことなんだろう。吸血鬼特有の病気とかなんだろうか。ちょっとエリナの様子には注意しておいた方がいいか。おかしいな。うん。部屋に戻って制服に着替えようとするとどうしてかな。体が熱いやん。さっきまでは普通だったのに、部屋に戻ってきたらまた変になっちゃったよ。なんだろうこれ。ちょっと苦しい。なんだかもっと体が乾いてきたかも。ああ、この感覚何なんだろう。こんなの初めてだよ。血が足りてないのかな。普通に考えるとそれしかないんだけど。うんね。でもユウトの血を飲んでからそんなに時間が経っていないのに、今までのサイクルよりずっと短い。こんなに短時間で体調が悪くなるなんて初めてだよ。なんでなんだろう。やっぱり喉が、うん、体が乾くな。乾くか。何なんだろうね。乾くか。なんか謎ですね。まあ、欲望の乾きなのか、何なのかわからないですけど。でも、それだったら喉が乾くかなーっていうのもあるしな。うん。まあまあまあ、見ていきましょうか。うん。ムツラ君、どうかしたんですか？なんだか、難しそうな顔してますが。ちょっと、気になることがあって。もしかして、今朝のエリナ君の態度かい？確かにちょっと気になるわね。体調が悪そうだったもんね。やっぱりみんなもそう思ったか。アベンさんがどうかしたんですか？本人は大丈夫と言っていたが、ちょっと体調が悪そうだった。具体的にはどんな風にですか？本人も具体的なことはあまり言いたがらないんだが、体が熱くて喉が渇くとは言っていたな。なんだか風邪みたいですね。あ、そもそも吸血鬼さんは風邪をひくんですか？人間と同じ風邪になるなんて話は聞いたことがないかな。まあな、なんか麻薬とかそういう類のもの全く効かないような体質だもんな。ただ体内のヴァンパイアウイルスが弱ってバランスが崩れたりすると似たような症状が起こるらしいよ。おお、
なんか有力な情報が出てきたな。長期間血を飲んでいない時にも似たような症状が起きるわね。エリナちゃんが喉が渇くっていうなら単純に血が足りてないんじゃないかな。あーこれやばいね。そういうことか。だからなんだろうね、ユートの血を飲んでからまあ、ユートの血に依存してるじゃないけど、こうなんつうかな、ユートの血じゃないと渇きを癒せなくなるみたいな、なんかそういう感じなんですかね。エスカレートするとやばそうだねこれ。でしたら合成血液を飲めば解決するんですよね。うん、それがですね。そうだと思うけど、あれ、そういえばエリナちゃんってちゃんと合成血液飲んでたっけ？そりゃ飲んでるはずじゃないの？でも飲んでる姿をあんまり見たことないね。今までさ、どうやって上をしのいできたんだろうね。そういえば私もないわね。俺はあるかな。血を飲んでるところ最近も見たぞ。そうなの？でも最近飲んだんだとしたら血が足りてないっていうのも変な話だね。心配は心配だけれど、ここはひとまずユートに任せましょうか。いやー、なんかユートくんの血がちょっとトリガーになっちゃったのかもしれないな。そうだね、それがいいかも。え？なんで俺？いやー、エリナが心配なのには同感なんだが。だって最近エリナくんと一番仲がいいだろ。ほら昨日だって食堂であーんしてたくせに。それは確かにそうなんだが。そうなんですか。すごいですね、学院でそんなことするなんて。もし私だったらあーんなんて。はい、あ、はい。想像しただけで恥ずかしくて無理です。だから日和ちゃんも可愛いな、こういうところは。勘違いしないでほしいんだが、俺もすごく恥ずかしかったんだぞ。でもエリナの症状に関してユートなら強いコネもあるでしょ。コネ？あ、そうだね、優秀なお医者さんが知り合いにいるもんね。んー、まあ優秀ではあるんだけど関わりたくないんだよな。優秀なのかもしれんが、あまり連絡は取りたくないな。そうですよね。とはいえ俺が耐えることでこらえることでエリナの体調が良くなるから、良くなるなら仕方ない、連絡を取ってみるか。コール音が響く携帯を耳に当て、相手が出てくれるのをじっと待つ。今は忙しいのか。相手は腐っても医者な上に一応優秀らしいから忙しくても何ら不思議はないのだが。もしもし、ムツラ君かい。君の方から電話をくれるなんてどうしたんだい。いや嬉しいよ、嬉しいんだけどちょっと驚いちゃって、ね、切ろうかな、ちょっと。もう切ってもいいですから。もうやっぱやだよ、もう。落ち着いてください。早口すぎます、テンション高すぎです。おっと、これは申し訳ないね。つい、あまり深いことは確認したくないので本題に入ってもいいですか。そりゃもう、一体どうしたんだい。まさか何か体調に問題でも。いえ、俺の話じゃないんです。寮で一緒に住んでいるエリナの話です。なんだ、他の女の子の話。なんなんだよマジ。すみません、真面目な話なのでちゃんと聞いてくれませんか。わざわざ電話してまで確認したいことなんだから重要なことなんだろうね。それで一体なんだい。ちょっとすねるな。吸血鬼の病気か何かで喉が渇き続けるという症状はあったりしますか。喉が渇き続けるって、それはちゃんと飲み物を取っていても。取っていてもです。一応確認するけれど、それは吸血鬼なんだよね。ええ、そうです。だったら血は？
ちゃんと合成血液のパックを取ってるの？ちゃんと血は取っています。それでも様子が少し変なんです。そうなるとちょっと難しいね。実際に診察してみたら何かわかるかもしれないけど、電話で症状を聞くだけじゃ。そうですか、わかりました。すみません、お忙しいところ。それはいいんだけど、どうする？こっちに来るならちゃんと診察をするけど。そうですね、改めて本人にも確認をして、体調が悪いようならお願いしてもいいですか？うん、いつでも連絡してくれていいよ。あ、もちろん別に用事がなくても連絡してくれて構わない。構わない。先生の声に耳を傾けることなく、そのまま会話を終了させる。やっぱり吸血ぐらいしか思いつかないのか。でもエリナは俺の血を吸ったはずなのに。そこが原因なんじゃねえか。吸血鬼が相手だとそんなに頻繁に吸わなくちゃいけないのだろうか。いや、そもそもエリナは血を一体どうしているんだ。いや、そうだよね、少なくとも市販の合成パックでないことは間違いないわけだし、後で確認してみるか。あの、松先輩。稲村さん、どうかしたのか？実はエリナちゃんのことでちょっとお話が。お、何か問題が？まさか倒れたなんてことが？いえ、そこまでの話じゃありません。ただやっぱり見てる限り辛そうなんです。授業にも集中できていないみたいで。いや、なんか本当本格的にヤバくなってきたね。そのことに対してエリナはどう言っていた？はい、そのことをエリナちゃん自身に尋ねると。エリナちゃん大丈夫？平気平気、ごめんね、心配かけちゃって。でもさっきから辛そうだよ。うん、ちょっとだけね、頭がぼーっとするけど平気だよ。エリナちゃん、もうリオは心配しすぎだよ、本当に大丈夫だから。って無理して笑うばっかりで。そうか、エリナの様子は稲村さんの目から見て心配なんだな。はい、なんだか時間が経てば経つほど症状がひどくなってるように見えるんです。だから。そんなにひどいのか。わかった、伝えてくれてありがとう稲村さん。どうしましょう、ムツラ先輩。そうだな、エリナのことは俺に任せてくれるか？お願いできますか？もちろんだ、エリナのことが心配なのは俺も同じだから。伝えてくれてありがとう稲村さん。はい、よろしくお願いします。様子見なんて言っている場合じゃないな、多少強引にでも休ませた方がいいだろう。本当本格的にヤバくなってきたね。ミユ。何？どうかしたの？今日は俺非番で会っていたかな。ええ、ユウとは休みだったはずだけれど、どうかしたの？さっき稲村さんと話したんだが、エリナの様子がやっぱり普通じゃないらしい。だから今日は無理やりにでも早退をさせた方がいいんじゃないかと思って。そう、そういうことならそれがいいでしょうね。それで俺も今日は早退しようかと思ってる。マスカタチーフじゃなかった、マスカタ先生に伝えておいてくれないか？わかった。ただ私もメラさんも今日は風紀班の仕事があるからユートに任せてしまうことになると思うけど。そんなことなら気にしないでいい。それじゃああとはよろしく頼むな。それからニコラ。ん？何か用かい？エリナは今日カジノのシフトに入ってたりするのか？今日？ああ、うん、確か今日はシフトに入っていたと思うよ。マジか、悪いが今からエリナを早退させて寮でおとなしくさせようと思う。だからシフトの調整と
カジノの連絡を頼めないか。ああ、任せておいてくれ。フロアチーフには僕の方から説明しておくよ。いや、なんかありがたいな、ニコラ。すまない。よろしく頼む。何か問題があったら携帯に。よし、これで下準備は済んだ。エリナの教室に向かおう。稲村さん。あ、松浦先輩。エリナは教室の中？はい、さっきからぐったりした様子で。ぐったり？教室の中でエリナは机に突っ伏しぐったりとしている。このとはあれかな、5時かな。あんな感じでずっと調子が悪そうなんです。これは確かに心配だな。稲村さん、エリナは俺が寮に連れて帰る。そしておとなしく寝かしておくよ。お願いできますか。エリナちゃんもきっとムツラ先輩の言うことならおとなしく従ってくれると思います。稲村さんは先生に早退のことを伝えておいてくれるかな。はい、それぐらいのことはさせていただきます。エリナ。あれ、ユウト、どうかしたの？どうかしたのじゃないだろ。そんなに辛そうにして、今だって机に突っ伏したままでしんどいんだろ。稲村さんが心配してわざわざ報告までしに来たんだぞ。リオってば心配性なんだから大丈夫だよ。そんな状態で大丈夫なわけないだろ。ほら、早退しよう。え、早退？そうだ、そんな体調のまま放っておけるわけないだろ。ほら、帰る準備を。稲村さんにはもう早退することを先生に伝えてもらうように頼んだから。でも今日はカジノの仕事もあるし。そっちもニコラに頼んである。ちゃんとシフト変更をしておいてくれるそうだ。言うと根回しがいいね。本当だよね。もうめっちゃエリナのこと考えてるよな。まあでも、まあ、心配もするよなやっぱりな。うん、秘密を知ってる間柄としてもね。そうでもしないとずっと頑張り続けそうだからな、エリナは。それと、それだけみんながエリナのことを心配しているってことだ。さあ、そういうわけで早く帰ろう。俺が看病するから。それ、本当？本当にユウトが私を看病してくれるの？なんか、おう。もちろん。一緒に帰って、寮で看病をするために俺が今ここにいるんだから。でも風紀班の仕事は？今日は非番だ。仮に仕事があったとしてもエリナのためになら休んだよ。分かったなら早く帰っておとなしく寝ること。いいか？そっか、ユートが看病してくれるんだ。だったら帰るのもいいかもしれないね。やばいな、なんかいやね、体調が良くなった方がいいんだけどね、普通はね。なんかそう言ってもらえるならいいかなって思っちゃう俺がいる。それがいい。よかった、さすが松浦先輩です。こんなに簡単にエリナちゃんを説得するだなんて。あ、エリナちゃん、何か持って帰らなきゃいけない大切なものはある？え、ううん、普通に授業の準備だけだよ。でしたらエリナちゃんの荷物は私が持って帰りますから、荷物は少ない方がいいでしょうし。そうか、ならお願いしてもいいかな。ごめんね、リオ。気にしないで。そんなことよりエリナちゃんは早く体の調子を元に戻してね。うん、ありがとう。それじゃあ行こうか。立てるか？ちょっと待って。自分の体の動きを確かめるようにエリナはゆっくりと椅子から腰を上げる。平気みたい。立つぐらいなら。立てないぐらいの状態なの今。そうか、
だが一応俺が体を支えるから苦しくなったら早く言うんだぞ。なんだったら背負うからな。へえ、できればお姫様抱っこがいいな。考えておこう。それじゃあ稲村さん、すまないが、あとは頼む。迷惑かけてごめんね。迷惑なんかじゃないよ。それに心配するならまずは自分の体の心配だよ。うん、それじゃ。はい、お気をつけて。いや大丈夫かな、エリナ。さてと、本当のところはどうなんだ、エリナ。本当のところ？教室には他の人もたくさんいたからあんまり聞けなかったんだが、もしかするとエリナの体質か何かが関係しているんじゃないのか。私もよくわかんない。こんなこと初めてだから。ああ、そうか。それなら寝起きで言っていた例の渇きについてはどうだ。その正直に言うとやっぱり乾いてる。ああ、それは夕方に起きた時よりも。うん、なんだかどんどんひどくなってるような気がするよ、エリナ。どうしてもっと早くに言ってくれなかったんだ、そんなに無理をして。ごめんなさい。ああ、いや、俺の方こそすまない。別に強く責めるつもりはなかったんだ。体調が変だと気づいていたのに、今まで様子を見ていた俺の方が悪い。ダメだな。ううん、そんなことないよ。だってユートはちゃんと今私を助けてくれてるから。だからダメとか言わないで。私はみんなが心配してくれてすごく申し訳ないけど、でも嬉しいよ。もう少し早めにしておければと。よかったと後悔してるよ。エリナもちょっと後悔してる。こんなにみんなに心配をかけるなら最初から休んでおけばよかったって。でもそれ以上に嬉しいよ。そうなのか。だってユートが看病してくれるんだもん。だから嬉しい。エリナが望むなら最初から看病してやったぞ。本当に？もちろんだ。病人に優しくするのは当然のことだろう。そうだな。まあこういうね、こういう主人公ってこういうパターンだよね。そう、エリナのことをね、思っているからとかじゃなくてね、必要だからするっていうね。でもいいの？構わないぞ。俺にできることなら何でも。それじゃあお姫様抱っこ。なんでそうなるんだ。考えてみたが、それは恥ずかしい。甘えてもいいって言ったはずだよ。それにいくらエリナが女の子とはいえ、ようまで両腕で抱えていける自信がない。それはユートの思い込みだよ。吸血鬼なら普通にできるよ、それぐらい。普段の身体能力だって上がってるんだから。うん、しかも体を硬化できるしな。本当だよな。なるほど、言われてみると確かにそうかもしれないが、さすがにそれはな。冗談だよ。看病してもらえるだけでも嬉しいんだから、これ以上わがまま言わないよ。そう言って笑うエリナの前で、俺はゆっくりとしゃがみ込んで背中を向ける。どうしたの、ユート。もしかして気分でも悪い？違う。ほら、乗っていいぞ。お姫様抱っこは無理だが、おんぶならしてもいい。どうかしたか？おんぶだと世話になるつもりにはなれないか？ユートってば、意地悪なんだから。お互い様だな。意地悪か。すまん。やはりお姫様抱っこの代案にもならないか。違うよ、全然違う。そうじゃなくて、そんな不意打ちをされたら
ドキッとするってこと。とう。エリナ、乗っていいとは言ったが、勢いをつけるんじゃない。危うく転びそうになったぞ。ごめんなさい。大丈夫？まあ、問題ない。エリナ一人ぐらい軽いもんだ。俺は勢いよく立ち上がる。別に無理をしているわけでもなく、吸血鬼の体力ならば小柄な女の子一人ぐらいなら何の問題もない。この分ならお姫様抱っこでもできたかもしれないがな。今からでも変更可能だよ。いや、残念ながら今日はこのままだ。お姫様抱っこはまた別の日。誰かに見られたりしないときに気が向いたらな。そっか。それじゃあ今日はユウトの背中で我慢しておくね。乗り心地も悪くないしね。乗り物扱いが、まあいいんだが。それではお嬢様、寮までノンストップですのでお気をつけよ。うん。なんだ、超いい雰囲気じゃねえか。おお。なんかここで終わろうかなと思ってたけど、あの絵がちょっと CG 出てきたから。ちょっとやろう。どうかしたのか？さっきから耳元で不気味な声がしているんだが。うう、失礼な、ユウト。不気味な声じゃないもん。エリナの漏れ出る嬉しい笑いだもん。そうだそうだ。どこが不気味な声なんだ、可愛いだろう。この羨ましいユウトくんめ、本当に。それは失敬。だが、どうしてそんな不気味な声、ではなくて、笑いをこぼす？だって、ユウトの背中、あったかいんだもん。それだけで？それだけでも、十分嬉しいんだよ。こんな風に優しくされてるんだから。そういうものか。そういうものだよ。ユウトはあれだね。自分がどれだけ優しいことをしてフラグを立てちゃってるか理解すべきだ、うん、その通り。その通りだ、エリナちゃん。よく言った。そしてその顔いいですね。そのなんか似たみたいな顔いいですね。フラグ立ってるのか。そりゃもうビンビンに、こうして胸を押し付けちゃうぐらいにね。うりうり。むにゅんつって、こやつ結構胸がありおる。ありおる。ありおる。やば。そういえばバニー姿の時に谷間ができていたが、バニー服の補正というわけではないそうだ。エリナ、胸が当たってるぞ。さっきから驚くほど柔らかい感触が背中でムニュムニュしてるぞ。そんなの説明されなくても知ってるよ。だって当ててるんだから。いや、俺としてはキャー、嫌だもん、ユウトのエッチという感じで話してほしかったんだが。おお、そっか、ユウトのエッチ。そして押し付けてくるパターン、それなんかニュアンスが違う。やばい、ムニュムニュがすごいことになってきた。じゃなくて、誰がさらにこすりつけろと言った。ミュートだって気持ちよさそうな声を出してたじゃん。うん。気持ちよくないわけないだろう、ユートよ。それは、それとこれとは話が別だ。頼むからあまりこすりつけないでくれ。そうなの？ユートがそんなに言うなら分かったよ。愚足が反応しちゃうからな。代わりに耳を甘噛みしてあげるね。アムアム。めっちゃ攻めてくる。めっちゃ攻めてくるよ。いや、っておい、胸をこすりつけるよりも感じさせてどうする。あり、これでもダメ？もう、だったらエリナにどうしろって言うのさ。何もしなくていい。病人はおとなしく俺の背中でじっとしているんだ。でも、それじゃどうやってお礼をすればいいの？胸をこすりつけるのも耳を甘噛みするのもダメなんて。なんでお礼がそういうなんかスキンシップになるの全部。どうしてそういう自分の肉体を使ったお礼しか思いつかないんだ、エリナは。
病人を気遣うのは当然のことだ。お礼なんて考えずに素直に甘えておけばいい。日本ではそういうものなの？人を気遣う気持ちに国は関係ないだろ。全世界共通だ。病気の時は誰かに甘えていいんだ。そっか。じゃあお言葉に甘えて、ユウトに甘えちゃうよ。任せろ。エリナ一人に甘えられるくらい問題ない。ありがとう、ユウト。バカ可愛いんだよ。何なんだろうこの緩急。こうなんかいたずらしてくるけどさ、ちゃんとお礼は言うんだよな。どういたしまして。ユウトの背中、大きくてあったかいね。まあ男だからな、それぐらいは普通だ。それになんだかいい匂いがする。待って、ちょっと待って、雰囲気がさ、雰囲気がやばい感じになってきてるよ。そうか、別に香水なんてつけていないぞ。汗臭いとか加齢臭がすると言われた方がまだ理解できる。何それ変なの。そんな変な匂いじゃないよ、もっといい匂い。すごくすごくいい匂いだよ。甘くて美味しそうな匂い。ちょっと待って、目がやばいよ。目がちょっとヤンデレっぽくなってる。そんなこと言われたのは初めてだな。やはりエリナは熱で。あ、美味しそう。うん、美味しそう。この甘い匂いを嗅いでると胸の奥の方がドキドキして、言うと、うん、目が死んでんだよな。よっ、首を舐めるんじゃない。さっきも言っただろ、病人はおとなしくするようにと。足りないんだな、やっぱ。ちょ、舐める代わりに噛むのもなし。エリナ？俺はエリナの様子に違和感を覚えた。なんだ？別に悪乗りしているわけではなさそうだ。というか、様子が変じゃないか。おい、エリナ、しっかりしろ。ちゃんと意識を持て。声を荒げ、背を、しょった体を揺する。するとようやく、うなじから首筋にかけて感じるエリナの唇のぬくもりが離れてくれた。あれ？ユウト、どうかしたの？待って、さっきの、は何だったんだ？もしかして、覚えてないのか？覚えてないって、何を？さっき自分がしたことを言った。エリナがさっきしたことって、ユウトの背中に甘えてただけだよね。うん、やはり覚えていないのか。熱で浮かされているにしても疑問は残るな。ユウト？いや、なんでもない。ほら、ちゃんと捕まっていろ。ペースを上げるぞ。うりゃー、早い早い、ゴーゴーゴー。はしゃぐエリナを背負ったまま、俺は一気にペースを上げる。様子が変だ、早くベッドに寝かした方がいいだろう。ただベッドに寝かせただけで体調が戻ってくれるかどうかはわからないが、いろいろ気になるな。はい、ということで、じゃあね、ちょっとめちゃめちゃ長くなっちゃったんですが、今回はここで終わりにしようかなと思います。まあ結構エリナの重要なターニングポイントというか、がね、出てきた気がしますね。なんかちょっとね、目に正気がなくなってこう、なんかユウトの血を求めるじゃないけどね、なんかそういう血なのかな、何なのかね。まあ多分そうなんでしょうけど、こう求めるような、なんかそういう描写が出てきましたけどね。何なんだろうね。まあ、ゆうとくんの血を一回飲んじゃって味を知っちゃってるからみたいな、体がなんかゆうとくんの血を求めてるみたいなね、ことをまあさっき言いましたけど、そういう状態なのかな。
まあまだまだいろいろわかりませんが、ちょっとこれ以上長くなっちゃうとね、あれなんで、ここで終わりにしようと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。いやー、ちょっとね、いろいろ謎が深まってきましたがね、KGB の話もそうだし、はい、今後もね、期待して見ておきましょう。ということで、バイバイ。